いや、それは常に俺思ってるよ。だからやめようって言ってんの。だからそれがや、いや、それはなんか、ここの間であるの、ここの二人があるのよ、それぞれに。二人を見て俺はいつも、あ、まただ。思ってるよ。じゃあまあどこじゃあ言えばいいみたいな感じで外で待ってる感じ。だでもさ、2だってこんなじゃないもん。先にさ、いやいやいや、そんなことないって。ここでさ、絶対嘘じゃないじゃん。終了。申し訳ないんだけど、うん、2が失恋、まあいいか、失恋する前から、うんうん、そういう失恋パーティーっていうのをしてみたかったのね。あー、その昇進のね、慰安旅行ね。慰安旅行。あ、慰安。そうだ。そういうことね。じゃあ夢かなったじゃん。よかった。なんしかもさ、なんでさ、翔太の夢なのそれ。まあ、結局そのさ、失恋でさ、うん、飲んだしね。そうね。あ、飲んだね。先生からもさ。どうする？まあなんか相手からみたいな。なんで買ったんこのニンニク醤油味。え、食いたいじゃん。いや、もう、いらないでしょ、そんなスタミナ。食いたいじゃん。十分なスタミナがあるの。食べたいじゃん。味が好きな、ニンニクの。あ、味好き。あ、そうなんだ。好き好き。やべえ、これ食べたい。うん、チーズ違うのこれ。白と黄色で。チェダーとなんかって感じかな。チェダーと普通に。クリームチーズかな。うまいよ。うん。うまい。いや、もうでもまだお腹いっぱいないよ、俺。あ、やな。言うて。まあ、そうよ。うん、まあ、ちょこちょこ行くわ。めっちゃ食った今日。美味しいね。いや、意外にいけるよ。チャミスルとビールね。ビールっていうのが、うん、今の流行りね。流行り、ね。美味しいね。美味しい。いる？こうマスカット味だったらさ。マスカット結構美味しいかも、うん、マジで。で、ビールこれしかないよね。それで終わり。でも買ってくればあるよ。でももうめっちゃ買ったのよ。だって、だってコンビニでさ、1000円とか使ったのよ。いや、いいんじゃない？だってさ、いないよ、そんなやつ。いいじゃん。翔ちゃんの誕生日兼、つーちゃんの昇進旅行でしょ。じゃあもう、6000円なんて安いもん。昇進ね、うん。払ってくれよって感じだもん。こっちからしたらね。ね、ほんとよ。そうそうだよ。俺がなんかしないといけないじゃない？だってさ、なんもないもんね。そうよ。うん、なんか作った方がいい。パーマー的念じゃん。パーマー記念日でさ。お風呂上がってさ、髪の毛も乾かしてないからもう。もう、すごいよ今、うん。すごいでしょ。マジで。なんか、アニーみたいでしょ。アニーだね。いいじゃん、歌って。うん。でアニーじゃん。なんで俺の作ってくれないのよ。あ、飲むの？はい。まだある？うん、あと、1杯ぐらい。1杯なんで、やらしく言った。なんでやらしく言った？いっぱいね。いっぱいいっぱい。やらしい。やらしいよ、その人。でもほら、つーちゃんのさ、恋みくじでさ、そう意外な人から告白されるっていうのが出てたから、うん、大吉で、うん、そう、思わぬ角度からの告白がありそうな予感がするわ、うん、全く興味のない人、うん、昔の恋人、うん、親族、うん、同棲、どうなるかわからないが、うん、心の準備を。わ、何さっきからその女性なんかわって言って書いてた、うんうんでも、絵はおじさんなんやけど。言葉は占ってる人が、そうそうそう、は。今日は、黒色にヒントがあるわよ。今日、ラッキーアイテムは長財布。でもさ、りょうくんが同性で長財布なんだよ。黒の。あら。じゃあ、俺だ。ごめんなさい。なんでダメなんだよ。かわいそうじゃん。かわいそうじゃんよ。この子の気持ち考えたことあんの？いや、これ、ないけど、これ、そうか。違う。あの、ほら、うちは付き合いが長すぎる。そうそうそう。付き合いが長すぎるからな。そうそうそう。今更な。なんか今更よね。うん、でももう裸の付き合いにあったね。そうね。今日で。いや、初めてね。うん。だってさ、20代前半くらいからさ、知り合いなのにさ、そうそうそう、一緒に温泉とか行ったことがあったもんね。それこそ5年ぐらい、15、6年ぐらいの中だけどね。もっと長いの？もっと長いかな。うん。いやー、初めて。だから銭湯とかも一緒に行ったことないしね。銭湯ってさ、福岡って銭湯文化ないじゃん。ない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 。温泉に行く感じだからさ、銭湯って文化ないんだよね。うん。そうなんだ、ね。あんまり、うん。だ若い時とかさ、お互いの家にさ、泊まったりとかしたさ。なんか全然さ。そう、別にシャワー借りるぐらいだから。そうそうそう。一緒に入ることないしね。ああ、なるほど、ね。そうそう。別に温泉どっかで行くとか、銭湯どっか行くとかもないしね。そう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 。つーちゃんの裸を初めて見た今日。確かにね。そうなんだよ。年取った。年取ったね、お互いね。年取った。恥ずかしい裸を見せてしまったわ。年取ったよね、お互いマジで。まあ、まあ、でも、
楽しかった今日。一日。いや、楽しかったね。結構さ、段取り通り行かなかったけど。ね。なんか、やりたいことはできたけど、ご飯がね。ご飯がね、マジしくったわ。ちょっとあんまうまくいかなかったね。うん。結局、昼飯ガストだもん。そうよ。旅行に来て。ないよね。そうだね。なんでファミレスに行ったの？あれ、人によっちゃ怒るよ、ね。俺らだったから怒んなかったけど、あれ人によっちゃ多分怒るよ。そう、ね。俺らだったらガストでパスタ食ったけど、うんうんうん。翔ちゃんなんてハンバーグ食ってたもんね。違う。わざわざ。ほんとよ。わざわざさ、ハンバーグ千葉来てさ、魚が美味しいところに来てさ、美味しかったよ。隣でね、海鮮丼のお店あったのに。そうよ。浜焼き。もう海鮮丼を食べようってさ、もう一週間前から決めててさ、そうそう、時間単位でさ、スケジュール組んでさ、そうそうそう、何時何分ここに着いて何時何分っつってさ、そうそう、やってたのにもかかわらずね、楽しい旅のしおりができてたけど、そうよ、難しいもんだね。うん、明日はマジで天気次第だね、うん、だから明日の後はそうだね、うん、絶対美味しい浜焼きを食って帰る。うん、うん、でもね、もともと行きたかった浜焼きもさ、うん、定休日明日これ明日もともと予定してたんだよね。スケジュールに、ね、そこに組み込んでね。まさかの定休日っていう。まあ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 、それも醍醐味よ。まあ旅行のね。うん。添乗員とかがそんな感じだったらマジブチ切れてる。まあね。うん。そうだね。ふざけんなよ。金払ってそれだったらブチ切れるけど。ね、いいんじゃない？こんなもんでしょ、多分、うん。これでも楽しく多分。やれてるよ。やれ、今日結構いろいろ行けたしさ。うん。うん、カラオケもできたしね。カラオケも久々にね、できたしね。楽しかった。そうだね。俺もっと翔ちゃんカラオケ歌う人だと思ったわ。歌わない歌わない歌わない。全然歌わないよ。嫌だもん。あんな普段歌ってんのにさ。ほんとよ。ね。いいんだよ。一人で歌ってるからいいんだよ。俺は。その、なんでもない時に。うん。何恥ずかしいの？恥ずかしいよ。なんか。ね、もっとさ、ガンガン歌うキャラだと思ってたから。意識しちゃってるからでしょ。そう。うまく歌おう。ああ、そういうのはさ、もうさ、気にしてないじゃん、うん、みんな。だったら、もうその人が楽しく歌ってれば、こっちも楽しいから。うん。え、だったらさ、夜の12時とかでカラオケしたって。もう。ああ、酔っ払ってってこと？そう。ああ、確かに酔っ払ってなかったね、今日。そう。なんか、だし、多分、もっと酔っ払ってたら、多分、2の歌声で泣いてたと思う、これ。ああ。俺でもさ、どの歌だっけ？中島美嘉のさ、最後歌ったけど、俺もうちょっと若かったら多分俺あれ泣いてたよ。どういうこと？今はなんで？今ちょっともうなんか、すさんでるじゃん、心が。あ、若かったら泣いてたんだ。ちょっと若かったら、もうちょっと純粋だったら泣いてた。うんうん。じゃあ、もうちょっと年取ったら、戻る。多分、多分、もうちょっと年取ったら多分、全部また、さらに、泣けるかもしれないけど、今ちょっとさ、ひねくれてるから、もう、全、人類に対してひねくれてるじゃん。うん、嬉しい。やめてよ、アラフォーで。ひねくれないでよ。そうだよ。アラフォーでひねくれてたらもう。20代でひねくれてるなら、まだしも。確かにな。もうなんかでもさ、なんか意外にそんなもんじゃん。まあそんなもんなんかいくつになってもさ、うん、嫌なもんは嫌だしさ、うん、受け入れられないもんは受け入れられないし、もちろんもちろん。そう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 。なんか途中で価値観変わることもあるけど、それはね。うん、何飲むかな？何飲む？日本酒あるよ。いいんじゃない？もう今のうち飲んどかないときついんじゃん。そうよ。まだ、うん、まだ時間あるから。じゃあ、飲まないっていう選択肢もあるの？そしたらそのまま持って帰ることになるけど。うん、それは。もしくは明日の車の中で翔ちゃんが一人で日本酒飲んでるから。もう、おえおえしてる。確かにな。まあでも。いや、飲めなくない。どうなんだろうね。飲めなくないっすよ。うん、日本酒飲もうよ、ちょっと。線がちゃんとあるから。うん。何？冷蔵庫。何？日本酒？うん。あ、あと俺炭酸欲しい。炭酸ね。俺ハイボールにしよう。あ、だって日本酒ちっちゃいよ。すあ、大丈夫？頭痛くなるよ。大丈夫だって。まあ、そのまま翔ちゃん、チャミスル飲んでもいいよ。いや、チャミスル意外にやっぱ甘いからさ。ね。味がさっぱりしてるから飲みやすいね。マスカット風味のね。うん。チャミスルどうしようね。ちょっとこのまま軽く少し飲んでみようかな。うんうんうん。普通がどんな味か。あ、俺も飲むかな。ロックや、炭酸割りでも。あ、そうだよ、炭酸は。確かに確かに。あ、確かにこのままでも飲める濃さだ。美味しい？普通にさ、焼酎ってこのままじゃちょっときついじゃん。だいぶさ、マスカットだね。うまい。うわ、ハイボール。ほんともう。これ、あ、でも13度とかあるよ。だってすごいよ。13度って意外にあるよ。え、だってさ、違うじゃん。だって今日月とかだったら20度以上よ。まあね。美味しいか。
よかった。よかった、ね。うん、聞いてなかった。何時？美味しい。ハイボールも。ああ、ごめん。めっちゃうまいかも。これ普通の、だって普通のハイボールでしょ？そう。あ、美味しい美味しい。あ、美味しいわ。美味しいね。あー、なんかこう、さっぱりするね。やっぱり。チャミするんでしょうか。なんか怖いな、この後のこれって。まあね。まあでも。大丈夫よ。へぱってるから、うちら。ああ。確かに。ヘパリーゼ飲んだら、大丈夫？頭痛くなんない、うん、次の日結構大丈夫なんだよ。結構大丈夫、大丈夫。うん。最初さ、なんか結構さ、うん、家飲みしてる時さ、最初の段階で飲んでなかったじゃん、ヘパリーゼ。そう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 。あの時さ、やっぱ結構きつかったもんね、次の日。うん、さ、全然違うよね。すごいよね。基本飲むじゃん。うん。うん。なんかさ、やっぱさ、飲むっつってもさ、人に合わせるじゃん、俺らって。うん。だからさ、りょうくんたち、と飲めば、うん、すげえ飲むけど、うん、普段飲み行ったら、うん、全然飲まない。あんま飲まないじゃん、やっぱり。はいはいはい、気使ってさ、合わせる、周りに合わせるからさ。ないないないね。だから、結構解放して飲むじゃん、俺らって。うん。うん、なんか、やっぱさ、飲めないよね。相手のこと考えると。俺は飲みたいよ。飲みたいけど、なんか合わせちゃうよね、結局相手に。あと、これ誰が金出すのって、そここれ、一番気になるよ、その最初。これさ、割り勘だったら、うん、そのお店のレベルにもよるけど、うん、割り勘だったら俺もっと飲みたいなって思うときある、うんうんうん。でも、先輩がおごるよって手だったら、なんか、先輩が飲む以上に飲めないなとかさ、あるじゃん。そうなのね。俺の中ではね。そうなの。偉い。そう。俺全然、なんかもう、気にしない？先輩がおごってくれるなって分かってる時もめっちゃ飲む。あ、ほんと。俺も飲ませる。飲ませる。あー、うまい。あ、うまいね。あれ頼みますみたいな。あー。でもさ。それと一緒に自分も頼む。あー、うまいわ、それは、うん。ちょっと大げさだけど、普通にでもさ、卵4つとか、一人1つの卵みたいなことを頼んじゃうような人。あー、確かに。だから、なんとかセットを。あー、確かにな。ちょっと困る。いらない、そんなに。みたいなさ。確かに。りょうくん、確かに。じゃんっていう。そういうとこあるよね。確かに、なんかもう、余分に頼む分には別にいいじゃんって思ってるタイプだもんね。なんで1人1個なのみたいなさ。ある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 。確かにある。ああ、確かにりょうくんそういうとこある、ね。みんな頼まないんだもん。いや、だからって違うのよ。まあまあ、まあまあ、だからっていらないパターンもあるからね。ね俺もね、俺もねっていうか、言われるんよ、うん。なんか、頼んでくれるから、うん、ありがたいみたいな。どうするどうするっていうのが嫌なのよ。うん、なんかそれでなんか頼まない。変な。その場がさ、楽しくないじゃん。うん、まあ変な時間がある、ね。だから適当に僕。無駄な時間だもんね、それって、ね。僕、適当に頼んじゃいますね。人数に合わせて、あ、じゃこれ2皿と、これって勝手に。ああ、勝手に計算してね。うん。その時の俺の気持ちは、ちゃんと払おうって思って頼んでる。ああ、うん、うん。自分も払う体で頼んでる。うん、で、結果的になんか偉い、お偉いさんとか先輩の人たちが。あ、払う。あ、払うよって。じゃあありがとうございます。それはね、別にそれでいいんだけど。でも、あれよ、これ何食ってんだろうとか思っちゃうもん、たまに。何確かに。じゃあもうこんないるかなみたいな。何、なんか、太るために食ってんのかなみたいな。なんか。いや、それは常に俺思ってるよ。二人と食べてるときは。いや、だからやめようって言ってんの。だからそれがや、いや、それはなんか、なんかさ、俺さ、飲むの大好きだから、二、うん、人と飲む、時は、うん、本当にもう好きに飲めてるの。でも、うん、他の人と飲む時ってやっぱ結構やっぱさ気使って意外にその仲いい人でも飲まない人いるからあなんか変に飲んで一人だけ酔っ払うのもなんかさダセいやまあなんか、ね、だからまあ周りに合わせての酒になっちゃうけど二人はさもう結構ガンガン飲んでくれるじゃん、うん、だから俺は結構それが大好きで、うん、俺はそれもう飲みたいから俺も、うんうんうん、そうなってくるとさ飲めば飲むほどさ胃がバカになるじゃんまあやっぱりなんかその食欲がやっぱり、うん、なんか変になるっていうかさ満腹ジュースがぶっ壊れるぶっ壊れるから、うんもう、次の日、もう基本下痢。もう二人の時は。確かにな。めっちゃ飲むからね。ひょにょ。それがね、でも、だから、俺は嬉しいんだけど、やっぱり、うん、なかなかいないじゃん、今。そうやって付き合ってくれる人が。はいはいはい、俺は悲しいんだけど、それが。そうね。で、その辺の塩梅でいい人見つけたいね。うん、次は。どこで見つけんの？ Tinder だ、Tinder。Tinder ね。Tinder ってあれ見つけられるの？なんかさ、ただのなんか友達探しみたいな感じ、ね、でも出会い系サプリじゃねえわ。アプリじゃない。アプリ。いや、出会い、なんあるの？いや、なんか最初、なんか、Tinder っていうのがあるよってなった時に、うん、やったことあるけど、なんか会うまではいかなかったけど、なんか友達としてやりとりみたいなって終わった。
まあそれはなんかいろいろやり方、うん、まあね、なんか俺が人見知りだからさ、いざ会うっていうのも怖いよね、うん、なんかさ、うん、やっぱさ、やっぱまあでもそうだね、確かに、うん、いざ会うってなるならな、紹介とかさあとかのがまだ会いやすいし、まあ、それこそなんか合コン、うん、あそれこそ3人で行って3人で来て、うん、みたいなやつがやっぱ入りやすいよね。その最初の入り方としては、うん、その恋愛の入り方としてはね。確かにな。そうね。ひょうにょ。もうね、思うのね、りょうくんがさ、基本人当たりがいいじゃん。うん、で、もうコミュニケーションも取れるし、うん、まあ、バランスは取れてるとは思うけど、翔ちゃんがそこちゃんとできたら、もっともっとなんか世界広がるんじゃないかなと思うけどね。そこをさ、必要としてないところもあるじゃん。別に。うん。いらないし。あ、それがかっこいい。そう。思ってるところ。そう、車に構えてさ。そう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 。なんかさ、中二病発揮してる。とんがってるゲームみたいな。だから、違うの。だから、その、暗い部分があるから、物語が作れたり。あ、まあ、暗い部分があるから、引き立つ部分もあるけど、うんうん、でも、まあ、別にそれはね、心に秘めとけばいい。そう、それはまあさ、今さ、それはもう出してきてるわけじゃん。え、俺、喋った何最強なの僕。いや、翔ちゃん喋ったら結構最強だと思うよ。嬉しい、嬉しい。いや、多分さ、みんな多分喋りたいと思うのよ。うん。でも翔ちゃん、喋るなオーラが出てるから、基本。その初対面とか。うん。その、たまに俺にも出てるし。すぐバレる。なんで、そんなことないの？いや、なんか、不機嫌なのかなって思う時あるもん、ね。ああ、あるある。それはツーも、それ、ツーもそうだから。いや、違う、翔ちゃんがそうやけん、俺がいけないだけよ。なんでだよ。いや、そうそうそう。それをちゃんと分かった上で。それだからさ、飲んだら行くじゃん、俺から。あ、はい、はい。そう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 。いや、まあもう。ツーもあるよね。ないよ。俺は基本ないよね、ツーもさ。いや、ツーちゃんもある。あるよ。絶対あるよ。ないな。いや、ある。え、じゃあ何？逆にさ、何？そういう。いや、全然。俺さ、この3人でよく会うじゃん。会うじゃん。ここの間であるの、ここの2人があるのよ、それぞれ。確かにな。え、じゃあそういう時にさ、グイグイって入っていいわけ。あ、全然いいよ、それは。だって。それは全然、だってさ、別に。それで怒んないでよ。怒ったことないじゃん、別に。いや。俺も怒ったことないじゃん。その、二人を見て俺はいつも、あ、まただ。思ってる。あ、また。また。え、でも正直わかんないけど、なんか多分、俺、そういう気をさせてると思う。なんでなんでいや、なんか多分、りょうとかと思って一緒に。そう、りょうくんがさ、トイレ行ってる時の待ち合わせなんて結構、地獄？もう、すごいよね。おーってあるじゃん。うん、で、翔ちゃんもおーってなるじゃん。なんで、あって、あ、りょうくんもあってなって、あ、トイレ、つって。お、どうする？買い物先にすりゃいいけど、じゃあ待っとこう。じゃあ言えばいい。みたいな感じで、外で待ってる感じ。だってもさ、ツーだってこんなじゃないもん。いや、そんなことないって。いや、ほんとだよね。いや、俺は、ガラスのハートだから、翔ちゃんと会った時の、その、翔ちゃんの雰囲気で。そんなんずるいじゃん。いや、だってそうだ。それは年上がさ、開くもんじゃん。なんでその甘い。俺がノックしなきゃいけないの。はい。そう甘えんのよ。甘えんの。いいのかな？逆にだってさ、俺はさ、ズケズケって入っていいものかっていう、その。いいよ。いや、ズケなんでさ、こんな仲いいのにさ、そう。さ、行かないの。だって普通にさ、あ、つーちゃーんつってさ、待ってたよーみたいな感じでさ、行ったらさ、つーちゃんも、おー、やめてよーとかさ、そこでさ、え、絶対嘘じゃないじゃん。トンカチで殴るけどね。その時は。え、絶対違うじゃん。こうじゃないじゃん。そう言ったとしても。そんなことないよ。そんなことないって。どうも。まあ、お互い様よ。まあまあ、どっちも。俺もまあ、多少にね、やっぱ。ひょうにょう。
それこそさ、渡辺直美がさ、YouTube でさ、うん、ライブ配信の中心だったの。うん、やっぱり変なコメントもあったりするね。あ、そうなんだ。で、それでさ、なんかかかってこいやみたいなことをコメント書いたやつがあって、で、それに対して渡辺直美は、うん、あ、ごめんなさい、私負けましたって言って、もうそんな、私の方がもう弱いです、私の方がすいませんが負けましたって笑いながら言ってたのは、それは最強だなと思って。あ、かっこいいね。強いじゃん、一番そんなの。相手にしないけど、ちゃんとそのコメントも拾うっていうのがさ、心強いよね。そう。無視すればいいのにさ。そうだよ。だから結局強いよ。結局強いよね。結局強い。そういうのは。最終的にも。確かに。